はい、プレーボールの野球人です。横浜 DeNA 兄弟を対4打数4安打の活躍で完全復活、トレードを経て新天地でレギュラーにということでございまして、はい、今回は DeNA の強打選手、オフにですね中日から DeNA にトレードされていた選手でございますが、開幕からねしっかりと活躍を見せてくれておりまして、今日も4打数4安打の固め打ち、打率もぐんと上がってですね完全復活を果たしたと言っていいのかなというところでございます。新たな新天地でしっかりとレギュラーを掴んでいるという状況でございますので、まあ今回は去年までと強打選手ねどういう風に違ってきたのかというところも含めて見ていきたいと思いますので、まずはね今日の記事から見ていきましょう。はい、横浜 DeNA 強打が4安打の大暴れ。 DeNA 強打が中日時代の21年9月14日の広島戦以来となる1試合4安打をマークした。2回ワンアウト3塁で先制のレフト前敵地打、1対1の5回には先頭打者として右前打で出塁、その後に佐野の右前敵地打で決勝の方も踏んだ。6回8回にも安打を連ねた強打は移籍後初めて本拠地で打た試合に上がり、ずっと立ちたかった、最高です。1打席目は積極的に仕掛けた結果良かったですと声を弾ました。4安打は2年ぶりだが本人はもっと前の感覚だったようで、3年4年ぶりぐらいの4安打嬉しいですねと話した。主将の佐野とは同じ94年生まれの同学年、一緒にお立ち上がった強打は佐野がいい雰囲気でやってくれている、すぐチームに溶け込めたと笑顔を見せたということでございます。はい、今日ね交流戦西武戦が行われた DeNA なんですけど、まあちょっとね昨日の試合雨で流れていたっていうところもありまして、まあ今日が初ね西武戦ということでございましたが、しっかりとカードの頭っていうところを取れたのかなっていうふうに思います。まあその勝利の要因としてはやはりこう4安打をしっかりマークしている強打選手の活躍っていうのはねやはり欠かせないのかなっていうふうには思いますし、まあこう移籍してからね徐々にではあるんですけど出場機会っていうのは増やしていって、まあこのところはねしっかりとショートのレギュラーとして定着してきたのかなっていうところでございますが、ではねこの強打選手どういった選手だったかというところ、昨シーズンまでの成績とともに振り返っていきましょう。はい、強打陽太選手プロ7年目、出身地は石川県、1994年4月20日生まれ、29歳、184センチ90キロ、ポジションはショートで、今年からねサードとかも務めるようになりました。右投げ左打ちの選手です。2016年ドラフト2位指名の選手で中日に入団、本年俸は5000万円ですね。1年目からショートで開幕スタメンをつかむと球団新人安打記録を更新し新人王を獲得。2年目以降も球界でも上位である抜群の守備力を武器に中日を絶対的ショートとしてチームを支えておりました。しかし一昨年は規定打席に到達したものの113試合の出場に終わり、プロ入り後初となるダウンテージとなります。そして昨年はさらなる打撃不振でプロ入り後最低となる43試合の出場に終わり、オフにトレードで DeNA に移籍となっていたということでございます。はい、この強打選手ですね、大卒で入ってきてからですねもうすぐにね、まあ、中日のショートを埋めてくれた選手でございました。まあそこから抜群の守備力と、まあ、打撃もね、しっかりヒットは打ってくれるというところでございましたので、まあ、本当に安定した活躍っていうところを見せてくれておりました。まあ、ただねちょっと打力っていうところがルーキーイヤーから伸びてこないっていうところもあったので、そこに関しては物足りないっていうね声も結構聞こえていたのかなっていうふうには思いますし、まあ、中日全体がね打てないチームっていうところもあったので、まあまあより一層ねそういう声っていうのが増えておりましたが、でそんな中昨年はこうなかなか活躍できずね2軍暮らしっていうところも多くなっておりました。で成績見ていきましょう。通算成績昨年までは700試合で2割4分6厘、647安打で22ホーマー、75盗塁、OPS 0.616 という成績でございます。はい、まあこうやって通算成績見ていくとですね、大体打率は2割5分くらいで OPS も 0.6 は超えているんですよね。守備がしっかり上手くてショートでこれくらい打てればまあまあ全然ねいいんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、まあそれでもなかなか厳しい声っていうのが多かったと。でそして昨シーズンですね、43試合で1割7分2厘、128打数の22安打3ホーマー、OPS 0.545 という成績でございました。はい、まあまあ昨シーズンに関してはねなかなかこう打率っていうのもついてこず、今までこう安定して 0.6 は超えていた OPS もですね、まあちょっとぐんと下がってしまった成績ということになっておりました。さらにまあ2軍でも39試合で1割8分、139打数の25安打1ホーマー、 OPS 0.507 ということで、2軍でもねちょっと打てていなかったというところもありまして、まあいろいろ怪我とかもねあってのことかなっていうふうには思うんですけど、なかなかこう強打選手としては厳しい1年だったのかなっていうふうに思います。でまあそこからね砂田選手とトレードっていうのがオフに発表されまして、今季は新天地で新たな挑戦というところになっておりましたが、それでは今シーズンの1軍成績はというところ、ここまでねどういう成績なのかしっかりとチェックしていきましょう。は
はい、では今季の成績ということで、チェックしていきましょう。京田選手今季1軍打撃成績、3月はですね1打数の1安打、2四球打率1割、出塁率1割、長打率1割、オーベース 2.000 という成績でございました。はい、開幕戦はねしっかりと3打席立ったんですけど、全て出塁ということでございました。まあかなりねいい出だしではあったのかなっていうふうに思います。ただ4月は47打数の9安打、0ホーマー、5三振、2四球、打率が1割9分1厘、出塁率2割4分、長打率が1割9分1厘、オーペス 0.431 ということで、まあちょっとね4月に入ってからは、なかなかこう、結果っていうのが残せなかったというところでございました。まあショートっていうところで、森選手であったり、まあ、林選手であったりですね、いろんな選手を使う中の一人が京田選手ということでございましたが、ちょっとね、こう、抜けた成績っていうのは残していなかったということでございます。それでもね5月に入って61打数の14安打、1ホーマー、6三振、8四球、打率が2割3分、スリーリス3割1分9厘、長打率2割9分5厘、オーベース 0.614、BBK 1.33 ということで、5月はですね、まあ悪くない成績ではあったのかなっていうふうに思います。まあ打率は2割3分ほどではあったんですけど、しっかりとフォアボールっていうのも多く取れておりましたし、オーベースも 0.6 台に乗ってきたということでした。しっかりね、ショートが守れているのであれば、上々の成績かなっていうふうには感じますよね。で、そして6月ですね、2試合行われておりますが、今日の4打数4安打合わせて、7打数の5安打、0ホーマー、1三振、打率が7割1分4厘、スリーリス7割1分4厘、オーベース 1.571 という成績でございます。はい、まだ2試合だけではあるんですけど、しっかりとこう結果を残しておりまして、計ですね、見ていくと、116打数の29安打1ホーマー、12三振、12四球、打率が2割5分、スリーリス3割2分6厘、長打率が2割9分3厘、オーベース 0.691、BBK 1.00 という成績でございます。はい、ということで、まあ、しっかりとこう進展して活躍を見せていたということがわかります。打率もね、今日で2割5分に乗って、オーベースも 0.6 超えてきたということで、まあ、本当ね、こう、いつもの京田選手になってきたのかなというところでございました。で、さらに京田選手の指標っていうのも比較していきましょう。まあ、なんで良くなったかっていうところもですね、いろいろ分かってきましたので、で、22年ですね、去年の成績見ていくと、ISOP は0.125 ですね。まあ、長打力っていうところは、まあ、そこそこあった昨シーズン、ISOD も 0.076 ということで、悪い数字ではありません。BB パーが 7.0%、K パーが 14.7%、BBK が 0.48、マビップが1割8分3厘、フライ率が 39%、スイング率が 52%、コンタクト率が 80% という数字が並んでおりましたが、それが今シーズンになると、ISOP が 0.043、ISOD が 0.076、BB パーが 9.0%、K パーが 9.0%、BBK が 1.00、バビップが2割7分2厘、フライ率が 29%、スイング率が 43%、コンタクト率が 88% というね、数字でございます。で、こうやって見ていくとですね、まあ良くなっているところと悪くなっているところっていうのがちょこちょこあるんですけど、そこについて見ていきましょう。昨年までとは大きく変わっているポイントがいくつかあって、まずはコンタクト率が良化しているっていうのが分かりますね。去年は 80% のコンタクト率、今年はまあ 88% まで上がっておりまして、まあプラス 8% くらい上がっていると、しっかりとミートっていうのが今シーズンはできているということが分かります。それもあって、K%っていうのが 5% 以上下がって、確実性っていうのが向上しております。それでまあ打率も上がってきているんですが、その一方でフライ率がガクンと減って、ISOP もかなり落ちているっていうのがわかりますね。フライ率去年はまあ 39%、40% くらいあったんですけど、今年はまあ大体 29% くらい、30% 切って、10% くらい減っていると、ゴロっていうのが非常に増えているんですよね。まあなのでコンタクト率っていうのは、上がってるんですけど、長打っていうのはそこまで出なくなったということでございました。で、そして BB パーですね、これも上がっております。ファーボールをしっかりと選べるようになっているんですが、で、まあ、この要因としては全体的なスイング率の低下っていうところが見られております。まあ、ボール球スイング率っていうのも下がっているんですけど、ゾーンスイング率も下がっておりますので、まあ、単純に振らなくなったっていうところが一個あるんですよね。まあ、なので意識的にスタンスっていうところを今までとは変えているんじゃないかなっていうふうには推測はできて、まあ、それもあって1打席あたりの球数っていうのもかなり増えているんですね。去年はだいたい 3.189 ぐらいしかですね、1打席で取れていなかったんですけど、今年に入ったらまあ3.7 ぐらいは取れるようになってきたということもあるので、まあ、今までの早打ちの傾向っていうのがガラッと変わったのが今シーズンということでございました。まあ、あとは単純にバビップがね、去年低すぎたっていうのもあるのかなっていうふうに思います。それがまあまあ平均くらいに近づいたっていうところもあって、まあ、ぐっと良くなったっていうのは単純にあるのかなっていうふうに思うんですけど、
ど、まあ、こういったですね、いろいろスタンスが変わってきたということもございました。まあ、長打捨ててミート打ちになって、で、耐久もするようになってということで、まあ、今までの強打選手に戻ったという表現よりはですね、まあ、今までと違う新たな強打選手、まあ、中日時代の強打選手に新たにこう DeNA のエッセンスをですね、加わって、ニューフェイス、違う強打選手が出来上がってきたのかなっていうふうには思いますので、まあ、この辺はチームが変わって、いろいろね、意識っていうのも変わってきて、面白い例なのかなっていうふうには感じますが。はい。というわけで、まあ、そういうところもあってですね、トレードを経て復活をした強打選手。まあ、やっぱこのくらい腕でね、しっかり守備を守れるとなれば、当然かなりの戦力かなっていうふうには思いますし、まあ、今後ですね、優勝争いにおいて、重要なピースに間違いなくなってくるのかなというか、まあ、やっぱね、DeNA ずっとショートっていうところが課題でございまして、いろいろね、小山選手 FA で取ったりとかもしておりましたが、まあ、それでもなかなかね、しんどいっていうところもあって、やっぱ優勝するにはね、そういう内野のピースが足りていないっていう状況ではあったんですけど、まあ、今後、強打選手が、今まで通り活躍してくれるのであれば、そこは埋まってきますし、あとはまあまあ十分戦えるですね、戦力っていうのは整ってはおりますので、まあ本当ね、面白いことになってくるんじゃないかなっていうふうには感じますが、はい、というわけで今日は以上です。最後ネットの反応見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。強打取って本当よかった、守れてそこそこ打てる、強打いなかったら、林山と柴田森の併用になってたと思うんで、ということですね。はい、そうですね、やっぱまあ DeNA 的にはね、本当こう取れてよかったなというとこかなっていうふうには思います。まあ、やっぱ何度も言うように強打がいなかったらですね、ショートっていうところはまあ林選手、山田選手、柴田選手、まあここにプラス森選手で乗り切らないといけないのかなっていうふうには思うんですけど、やっぱまあそれだとね、厳しいっていうところもありまして、でまあ特に森選手に関してはね、まだまだこう二軍でやることっていうところもあるんじゃないかなっていうふうには思いますので、こう育てる時間にね、費やすっていう意味でも、まあ、やっぱ強打選手がいてくれるからこそですね、いろんな起用法ができてくるんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。なのでやっぱかなり選択肢自体は増えているのかなというか、まあ逆に彼がいなかったらゾッとする部分でもあるのかなっていうふうには感じますよね。でまあ年齢的にもね、29歳、まあまあまだ30歳になっていないというところもありますので、まああと数年ね、ショートとして働いてくれるんじゃないかなっていうふうに思います。その間にしっかりとこう森選手や、林選手を育てていって、うまい具合にね、世代交代する時間を稼げているんじゃないかなっていうふうには思いますので、その強打選手がね、こう砂田選手、左のリリーフ1枚で取れたっていうところは、まあ、本当にね、 DeNA としては美味しいトレードにはなったのかなっていうふうには感じますよね。でこちら見ていきましょう。強打くんうちに来て本当に良かったね、細川もあっちで活躍できてるし、現役ドラフトだけどウィンウィントレードみたいだよね、ということですね。はい、でまあそうですね、強打選手がまあ中日出て DeNA に来て、それでハマってくれたと。で強打選手は砂田選手とのトレードでございました。ちょっとね、砂田選手がそこまで戦力に慣れていないというところもあって、まあ、このトレード自体は今のところ DeNA のね、得かなっていう部分はあるんですけど、ただ一方で細川選手ですよね、現役ドラフトで DeNA から今年中日に移籍して、もう本当リーグでもトップクラスに打てる選手に今現在なってくれております。まあちょっと出来すぎっていうところもあるんですけど、まあまあとはいえしっかりと主軸の打者をですね、獲得することができて、まあ強打選手を出してしまったとはいえですね、細川選手が来たので、まあまあこの両者のトレードみたいな感じになってですね、まあこれはこれでウィンウィンだよねっていうところにもね、なっているのかなと。まあ中日も中日で、やっぱまあショート強打選手放出して、でまあセカンドは阿部選手出して、どうなるのかなっていうところもあったんですけど、まあ今のところね、こうルーキーがしっかり頑張ってくれております。まあちょっとね、ショートがしんどいかなっていうところは今後出てくるかなっていうふうに思うんですけど、今のところはまあまずまずやれていると。で、DeNA も DeNA で、やっぱまあいろいろポジションっていうのも埋まっている中で、細川選手が今年ですね、DeNA にいたとしても、やっぱ今のような活躍っていうのはなかったのかなっていうふうに思うので、まあそういう意味ではまあまあお互いね、理のあったものになっているのかなっていうふうには思います。まあただ、彼ら以外ですよね、強打選手とトレードされた砂田選手、現役ドラフトで加入した笠原選手、この二人のね、左ピッチャーっていうところも、こう戦力になってくれれば、もっともっといいんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども。まあ今や二人ともチームには欠かせない存在となっておりますので、ほんとね、こう選手たちにとっても、チームにとっても良かったなというところでございますが。はい。というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット。ありがとうございました。